予想だにしない未来を作るコ・クリエーションの3つの流れと12の知恵。予想だにしない未来を共に作りませんか？その方法はコ・クリエーション。たくさんの英知があります。3つの流れ、12の要素。私たちの未来の作り方を共に見ていきましょう。本当の自分を生きているかな？社会の物差しとか与えられた目標とか自分に枠をはめていないかな？みんなギフトをもらって生まれてきた。答えはその人の中にある。すべての人にこの時代に生まれた魂の目的がある。社会を変えていくのは難しいけれど、この問題を解決したい、前に進みたい。なんでみんなは変わらないのかな？そうした思いをえいっと手放してみる。自分に目を向けると何かが始まりそう。答えはあるのになんで解決しないのかな？見ている私、見られている者たち、その間には境界線がある。あれ？本当に境界線はあるのかな？地球や自然とつながり、すべての生きとし生けるものとつながる。いつしか境界線はなくなっている。私たちが変わると何が起こるのだろう。内なる自分を探求、外に目を向けると痛ましい現実。どう関わっていけばいいのかな。現実世界のことを体で表現してみる。五感で感じてみる。世界と私はつながっている。どうやったらこの世界を持続可能にできるのだろう。科学や技術が未来を照らす。強い光は暗い影を作る。気にせずに進んでいけばいいのかな。課題と原因を結ぶ。結ぶ線はスパゲティのよう。つながりを大事に全体で捉えてみよう。どんな人たちが集まって話し合えば未来が見えてくるのかな。声の大きい人がいる。頭がいい人がいる。みんながアイデアを持っているのに、お互いに耳を澄まそう。いろんな声が聞こえてきた。思いがけない未来の姿が立ち現れてきそうだ。なぜ主張が噛み合わないのだろう。それはどうかな。なんでそうなのかな。あれ？自分の中に四角い枠がある。外にあると思っていた問題、自分の枠が作っていた問題。枠が変わると世界も変わる。100年後から見て、私たちが本当に起こすべき行動は何だろう。分断はなくならない。世界中の人が考えても考えても分断はやっぱりなくならない。大地とつながり、大いなる循環の中で感じることを通じて英知が降りてくる。限られた資源でどうやって未来を開くのだろう。たくさん作る、たくさん買う。どこまで続けていけるのかな。未来に飛んでいって、そこから振り返ってみよう。大事なものや可能性が見えてくる。どうすれば正しいものを作れるのだろう。素敵だな、かっこいいな。どうしたらこんなのができるんだろう。正しいものを正しく作る。誰にでもできるプロセスがあるんだ。共に作るやり方があるんだ。どうすれば人間らしい仕組みにできるのだろう。素敵なものに囲まれている。でも社会はそうでもない。どうしてだろう。大きく考えてみよう。共に作ってみよう。社会の仕組みのいろんな関係が変わっていく。心から願う作りたい世界を今生きていますか？もう少し自由に飛べないかな。でもちゃんとゴールしないと。このまま考えてもダメだ。感じたままに作る。あれ？課題は何だったかな。いつしか新しい世界が開けている。12の知恵が合わさった炎が未来を照らし、新たな知恵が生まれている。不確実性は私たちを強くする。予想だにしない未来を共に作っていきませんか？コクリプロジェクト。